お笑いコンビアンジャッシュがアニメの声優初挑戦です。オファーを受けられた時はどんなお気持ちでしたか？うわ嬉しいと同時に小島も一緒かっていうのがいいじゃない。2人が登場したのはハリウッドのアニメ映画コウノトリ大作戦の公開アフレコ。映画はコウノトリが赤ちゃんを運んでくる偶話を元にした作品。舞台はコウノトリの宅配会社。面白い。配達員が弟が欲しい少年を夢を叶えるため赤ちゃんを人間界に届けようと奮闘する姿を描いています。渡部さんはナンバーワン配達員であるコウノトリのジュニア、小島さんはそれを邪魔するハトのトーディーを演じました。これ見てよ、俺っちの彼女かわいいじゃん。はいはい、ほら見てよ見て、めっちゃかわいいじゃん。そりゃいい。彼女を見たら誰もが振り返る。うお、お前が振り返れ。無事か？あ、ジュニア大記録じゃん。彼女の写真見る？はい、いただきました。ありがとうございます。小島さん。小島だよ。いいですね。そんな2人に声の演技で苦労したことを伺いました。アフレコ初めてなんですね。もうね、初ですよね。初も初で、はい、大変だ。小島さん結構プライベートでやってるでしょ。プライベートでアフレコってなんだよ。俺そんな趣味ないよ。プライベートであんまいないでしょ。プライベートで苦労した点とかありますか？アクションもあるし、バタバタのシーンもあるんです。そこはもうかなりテンション上げてやりましたよね。バラエティの仕事だとね、小島だよみたいな感じだけど、今回トーディって役なんですけど、今回はトーディだよみたいな。ほぼ一緒じゃない？結構その差が大変でした。仕事の幅こんなんだな。トーディだよっていうセリフを最初に出てくるんですか？見た瞬間、あ、なるほど、これで俺らにこの仕事来たんだなって思いましたね。いや、楽しみですよね、本当に。お二人本当に上手でしたね。でしたね。